市のお城の本丸、二の丸の御殿とは別に、城から少し離れたところに下屋敷が設けられている大名家が少なからずあります。今回は高知城を見た後、下屋敷を訪れてみました。幕末に前藩主山の内陽道の隠居所として下屋敷が鏡川沿い荒れ地に建てられた。ちなみに陽道は隠居してからの名で、隠居前は山の内と吉家という名であった。慶応3年に薩摩藩の使者西郷隆盛はじめ、長州藩の使者、幕府の外国奉行など諸藩からの使者や要職との面談がたびたび行われた。この下屋敷は幕末の土佐藩において政治交渉の場として重要な位置を占めていたようです。第二次大戦後、下屋敷は旅館山水苑の所有となりました。勝手の母屋の一部が残っていましたが、火災で焼失、現存しているのは長屋だけです。長屋は入りもや造り、屋根は瓦葺きです。この長屋は屋敷に仕える警護番役の足軽らが居住した。昭和53年の調査解体修理で当初の内部が分かり、復元されました。長屋は下屋敷の西側にあって、桁行き17間半、約33メートル、梁間2間半、5.7 メートルで、南北に長く2階建て。1階は7区画に分けられ、畳敷き、板敷き、土間になっている。2階は板敷きの3部屋に分けられている。坂本龍馬の船中八策が練られた船として知られる土佐藩船、由比ヶ丸などの和船模型を展示。1階の2室から5室は下級武士や庶民の生活の道具類を展示。明治4年の廃藩置県により、高知城及び城内の本邸を廃止し、下屋敷は山内家の指定となりました。